回の舞台は自然豊かな山あいの町、広島市安佐北区安佐町筒瀬です。ここで彼女たちが向かったのは小学校が右手に、本当だ、筒瀬小学校。すごい、木造って珍しくないですか。ああ本当だ、素敵だね。訪れたのはノスタルジックな木造校舎が印象的な広島市立筒瀬小学校です。結構ちっちゃい小学校なのかな。かもしれんね、うん、あ、おはようございます。おはようございます。先生ですか。はい、あ、校長です。あ、校長先生。こんな山奥の小学校だし木造だから、はい、絶対おじいちゃんの先生が帰ってくると思う。おじいちゃんじゃない。まさか。こんな、はい、お待ちしてました。ありがとうございます。こんな遠いとこまで。結構コンパクトな小学校、ね、もうもともと人数の少ない学校ということで設定してあるので、はい、コンパクトに作られています。在校生は何名ぐらい。今17人です。17人。川の方に、はい、日浦東小学校という学校があったんですが、はい、もうそこがすごい古くなったので、はい、こちらに新しく平成2年にできました。平成2年で木造。あえて山の学校を想像させる、はい、恵まれた自然環境のもと日々学校生活を送る17人の児童たち。彼らにはこの地域ならではの特色を生かした学びがたくさんあります。うちの学校は生き生き体験オープンスクールで米作りとか野菜作りをアピールしている学校なんですが、はい、子供たちが育てたんですか。地域の方が田植えや稲刈りの仕方とか教えてくださるんですね、はい、そこでこう地域の方との交流もできるので。米作りをしている学校は他にもあると思いますが、はい、学校の中にこう田んぼがあるところって少ないと思います、うんうんうん、地域の農業経験者マエストロさんたち協力のもと、子どもたちは1年を通して米作りや野菜作りを体験。特に米作りは昔ながらの製法にこだわり、一つずつ段階を経てお米になるまでの過程を自らの体験を通し楽しみながら学んでいます。この日は子どもたちが待ちに待った稲刈りの日。8時45分の開始を前にマエストロさんも学校に到着しました。どうですか今年の出来は、うん、いやこれね、稲の子がねいろいろかかるってことあります、はい、もうここやって初めてじゃないですかね、こんなに色が出たの。ここの谷の田んぼでももう20年前に1回見たぐらいで。そんな素晴らしい出来なんですか。そうですよ、去年おととしがね病気で、今までの出来で一番いい出来じゃないかな。わーすごい。ここの小学校の子供たちはどんな子たちですか。私もここの出身ですから。じゃあ後輩たちに当たるんですね。まあそうですけどね、まあ可愛いですよ、おはようございます。今日は待ちに待った稲刈りの日です。小さな小さなもみがこんなに大きな立派な稲になりました。児童のほか稲刈りの指導役として4人のマエストロさん、そして保護者も集まりました。稲刈りの前に筒瀬小で代々受け継がれる歌の披露です。稲を刈るときゃよ、みんなでやりなよ、秋にゃ稲穂がよ、黄金に染まる、今年もありがったや、いよいよ稲刈りスタート。子どもたちが使うのは昔ながらの鎌です。マエストロさんから使い方を教わったらグループに分かれてどんどん刈っていきます。毎年行っているだけあり子どもたちご覧の腕前。お手伝いになるかはさておき、稲刈り初体験のメビウスも参加しました。切れるかな。どうぞ。この辺持って、この辺手が反対だね。こうそうそう。で、この辺ですか。根っこまで持っていって、根っこまで持っていって、うん、そうそう。お上手、上手じゃん。スパッといきますね、はい、せーの、はい、上手。 OK OK こっち方、そうそうそう、せーの、あ、一発いかんかった。センスがないかもしれない。意外と難しいもんじゃね。そうだね、子供たちさサクサク切ってるから。子供たちは1年やったらすぐ覚えてる。
稲を刈るグループとそれを運ぶグループ、そして刈った稲を束にするグループ、時間ごとに役割を交代しながら作業を進める子どもたち、表情は真剣そのものです。じゃあ一旦行ってこっちで何年生？5年生。5年生？5年間やってるんか、はい、今年の出来は全然違うって言われてたじゃん。それも感じた？多いし、でかいと思います。あ、大きさも違う？色も違う。色も違う。まっすぐ立ってるし、やっぱり自分たちで作るお米って美味しい？はい、美味しい。恵まれた環境を生かした体験を通して、自然を愛する心や仲間を思いやる心を育んでいく。作業開始からおよそ1時間、みんなで大切に育てた稲の刈り取りが無事完了しました。終わりの会で、今年が最後の稲刈りとなった6年生がそれぞれの思いを発表します。この米作りを通して大変さが伝わったので、お米を食べるときにちゃんと大切にして食べたいです。今回の稲は病気がなかったから量が多かったけど、グループで協力してテキパキ動けることができました。6年生になって鎌を上手に使えるようになったのでテキパキ動くことができました。小学校生活最後の稲刈りで、1年生の時よりも稲を早くちゃんと根元から刈れてよかったです。将来ね、ちょっとでも気づくことがあったらいいなというふうに考えてみます。私が今まで生きてきたことでね、少し役立つことがあればまあそれでいいかなって思いますけどね。うちの子はまたちょっと発達障害があるので、人数が少ないところの方がよく見てもらえるっていうのもあって連れてきたんですけど、自然に触れ合える環境で今は全然人前でも喋ったり、できるようになったのでいい環境だなとは思ってます。外部から会話してもらってて、上に子供がいるんですけど、全く違う環境で会話せることができたからぜひいいです。